ディズニー事務所さんどうも、このドンキティと足元のモア店に誰もが注目を隠せないさあ今回ね、バンコクの短すぎる滞在ね、最後の目的地着いちゃいましたと。チャトゥチャックウィークエンドナイトマーケットと、これはね金曜の夜だけ開催される。本来ね土日はまあ観光客がいっぱい来るマーケットなんだけど、まあ、金曜の夜だけ、まあ、その現地人向けにね行われるマーケットっていうことで、まあ、例えばまあ偽物のね安い T シャツだったりとか、まあ、そういうものが結構売られてる、そんなお茶目なナイトマーケットになってるんだよね。お、え、ブレイズとかやってんじゃん。うわー、これはちょっと時間があればちょっとやりたかったかもしれない。なんかねソンクラン今回行けるか分かんないけど、ソンクランの時とか絶対に前日にさカオさん行ってまあブレイズやるよね、当たり前に、うん、もう戦闘員みたいな格好でやってやりたいよね、うん、でなんかどうにかしてさ FPS 視点でカメラをね引っ下げて、そんな映像を撮りたくて仕方ないよね。なってガシマだってね俺が知ってるホワイトジャムのガシマかな。おい、いつから店出したんだよって話。いやいいね、 GU ユニクロ本当にこれ、え、絶対違うでしょ絶対違えだろ。なんかね小腹が空いた気もする。もうちょっとで食べ物屋台に入るんだけど、いやーでもねちょっとここはダメだ、ラウンジがこのユーティニティを待ってるからね、うん、ここで誘惑に負けちゃいけない、うん、負けちゃダメだ負けちゃダメだとはね、まるで怒り信じのように自分に唱えるしかないよね。あ、でもワンチャン例えばなんかマンゴースムージー、ココナッツスムージープラスなんかフライドチキンとか、まあ、そういう軽いものは誰だよね。意志弱すぎかい。そう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 、なんかタコのね、これ絶対美味しくないよね。春巻き、揚げ豚、フライドチキン、さあ古いキュービック、キューブキュービック鎮座してるということになりますね。なんかもうこう見たらなんかクラシックカーっぽくも見えるよね。てか年季入りすぎだろ、どんだけ大事に乗ってんだし。お、良きね、いいねいいね。そしてやっぱまあ現地人向けだから、あの価格はねかなり安めだと思う。ケバブもある。あ、っていうか待って、屋台ならではのもん食べたい。ダメだ、もうラウンジ前待てねえわ、うん、ごめんよラウンジさんよ。あのロティ食べたい、ロティ超ロティ食いて。そうだ忘れてた、ロティだ、ロティあるかな、多分あると思うんだけど。そうだここまで来たらやっぱロティ食わねえと。ちょっと見てみよう。いやでもなんかなさそうな予感も、あ、あるわ。うわどうしよう、ちょっと高えな、なんでか分かんないけど。あーロティかな、チーズロティ、なんだろう。あークソ迷う。基本的にねロティとバナナの組み合わせが間違いない。あ、これだとあれかな、ロティエッグバナナかな、これが間違いないと思うから頼みましょう。さあ見てくれよ、こうやってねこのロティ小麦の生地を伸ばしていくと。そしてバナナが出てまいりました。いや間違いない、で卵と。さあそしてこの薄く伸ばした生地をぶち込むな。お、で混ぜた溶き卵とバナナを混ぜ込むな。いいね、香ばしいね、まるでこのエンティティビューを見てるてめえたちみたいな。
いよ。でなんでここで選手交代したのかっていうのはもう謎の極み。いいね、バターを入れて。どうだよこの独特しくギルティーなシストトーストのマリアージュと。いや素晴らしい。しかもね、俺が知っているバターじゃなくてマーガリンです、うん、工業製品です。細かいことは気にしちゃダメ、ここはタイランドだから。さあ、いいね、こんがり揚げたね。絞り取っていく油、職人技。そして切ってもろてトレーに練乳ぶっかけたドキュットね、素晴らしい。 OK thank you。 さあそれではよっち邪魔していただきます。あれめちゃくちゃ熱い、うまっ、うん、間違いないよ。そして油びっくりだよね、脂質と糖質しか取れないと、うん、完全にギルティなおやつ的やね。こんなロイトうなっちゃってるんじゃん。このロティマジで悪魔的にうまいから、この動画見て言ってみなさいね。タイに来た暁にはぜひ屋台で。ナイトマーケットあったらもう結構ド定番だから、ぜひねこのロティ食してみていただけるみたいですよね。さあ完全に5-20ということでね、ナイトマーケット歩きを続けようじゃないかって話じゃね。こうやってね、これはなんか古着のパンツ U20 は今日はね、なんかポルノハブの新しい T シャツと、あとは AirPods のケース、今まで使ったケースがねもうバカみたいに汚れすぎて、ちょっとそろそろ変えなきゃいけないということで、まあそのケースプラス T シャツ、まあ手に入れたら大満足だよねって話だよね。これは違うか、なんかお土産のマグネットだ、うん、全く興味はないね。この辺もなんかあの買ったとていつ使うねんっていう、そういうお土産だね。こういうねなんか携帯ケースの店あるんだよ、そのエアポッツのケース。ただこの店はありませんね。あ、ワンちゃんここにありそうな気もしなくもない。てめえ、ないじゃないかよ。まあまあまあ、でも店はまだまだねいっぱいあるから、気長に探しましょうか。そして何ですかこれは野菜の種、家庭菜園の種まで売ってるし、うん、イチゴとかてめえ育ててみろよって話だけど、すごいね、そんなも売ってんの。絶対なんか U20 的にはうまくいく気がしないよね。 U20 はズボラ20だからね。早速売ってそうな店がある。あーでもなんかデザイン微妙だな。あ、下の方に、え、待って、これかわいい。あ、でもプロ用か、なるほどね。キノピオ超いいじゃん。いやプロじゃないんだな、クロミちゃんもキャラじゃねえしなあ、ワンチャンこれあり。でかすぎる、でかすぎるけどどうなんだ。あ、ちょっとスニーカーそそられるけどね、悩みどころだよねって話しちゃう。さあということでね、このU20、こんなスニーカーボックス型のねエアポッズケース、ということで、あとはもう残すはポルノハブ的な T シャツだけだから、まあ、それをちゃちゃっと探して、ちゃちゃっと空港に向かっちゃうんじゃないね。そう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 、それこそ本当の意味でのヤバい T シャツ屋さん来ちゃってるわけなんだけど、
どうだろうね。このハブなぐね。あ、これ探さないとないのかな。これは期待外れなのかもしれないということなんですね。このブスサイクなロバーがよくわかんないタイ文字のね T シャツ、そしてタイパンツを履いてそびえ立ってるだ。これ絶対とんでもないことさ、なんか書いたりすんじゃないよ。ちょっと意味がわかんないとさ怖くて買えないよね。あ、え、ここあれ金曜夜空いてなかったのに開け出したんだ。このいつも DJ がいるなんかパエリア屋さんみたいな店、いいな。俺ここでさ DJ したいんだよね、いつか。それが結構夢だったりする。はい、秘宝ですポルノハブ T シャツなどこのナイトマーケットには存在しなかったよね、確かに。うん、いや、やっぱね、ちょっと見かけた時に買っとけばよかったな。あの MBK であったんだよね。だけどこっちの方がナイトマーケットの方が、まあ、価格がね安いっていうことでそこではね見送ったわけなんだけど、それが見事にアロマなっちゃったよねって話だよねっていうことでね、うん、めっちゃウィードの匂いがするぜ。もう昇進20はもうね、時間も今9時過ぎでもうあまり時間がないわけだから、今からね空港の方にバスで向かって、そしてラウンジでチルすると。もうちょい時間があったらね、ちょっと一吸い目を真っ赤にしてね、ガン決まりでマレーシアに入国したいところなんだけど、ただね多分マレーシアって使用剤とかあったから、うん、真っ赤な目で入国したら間違いなくあのもうシャレにならない事態に発展するから、うん、そこはねさすがに自粛させていただくって話だね。さあ、ということでこっからバス停まで歩いて多分 3,4 分ぐらいだと思うから、歩いて向かっちゃいましょうか。そうそうそう、やべえぞ、エアポートバスの A2 が行ってもたのか。これ乗れるかな、乗れっかな、乗れる、ギリ乗れる、ギリ乗れるよな。オッケー、はい、乗りました。そう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 、バスに乗り込みましたと。今ねバスの中はかすかにねディアーナの音楽がかかってる。さあ、このバスはねあのエアポートバスって言って、あの空港の真ん前まで送り届けてくれるバスだよね。1回30バーツ120円、まあ安いよね。あの普通の路線バスで行くとその3分の1ぐらい8バーツとかで行けちゃうんだけど、ただねそのバスだと冷房もない上に階段を上ったり降りたりしなきゃいけないから、まあ、めちゃくちゃ面倒くさいな。ということでもうここはね歩いて疲れ切ってるし、快適をお金で買わせていただくようになってましたね。ガスマンズ、さあ空港ねいよいよ着いてしまいましたということで、これからねこのユーティリティはタイでのあまりに短すぎる滞在を終えてフルスのマレーシアに飛び立っちゃうって話だね。そしてね今回、まあ、急遽ねタイに行くっていうのを予定にねじ込んじゃったわけだから、マレーシアの滞在もねかなりタイトで、もうかなり分刻みでね人に会う予定だったりとかサロンに行く予定だったりとか、そういうのを詰め込んじゃってるよね。うん、まあそんなマレーシアの様子、まあ、特にねあのいろんな登場人物が出てくるから間違いなく見応えがある動画君たちにねお届けできると思うし、今後の U20 の動き楽しみにしててくれよっていう話だからね。今すぐにチャンネル登録と高評価をして、マイクに引っ張られて首がデロルタになってるペラルタな服は今すぐに脱ぎ捨てて次の動画またズラにしまったと思います。それではねまたお次の動画にてお会いしましょう。やっさっていいね、結構ならどうでもいいじゃん、車内流れを聞こえていいね、変わらせるからね、シャッチーバン、心は一線をピーカン、ただまとめてるのは快感、君と極みたいんだ、今静まるロッキーさん、自慢の天才乗車、このガスこそ根から乗車、君の森の出屋敷到着、さあお待たせしました、乗車、真面目な君なら勉強部屋、初めの輝きを勉強でな、暮らしのスピードなら天候せが、連れ出す前さ、テンポを照らす、今日声が何だって想像しながら拾う大口、今日こいつのやけとか言っても俺の目線は禁止、甘みが導くランプをラッキーさん、どこからラブホー抑えられない発祥、気づく答えはイエスイエス、君は尊すぎまるでアマテラス、二人と骨に体重ね合う、口が出るまでこの身を捧げます、一滴残さず君
AI ラップ赤で何言うてんねん、今さらもう引き返されへんねん。俺もテスラも俺の U21 もなんとなくは何も変化やんなんかするな。とりあえず行ってから考えよう。なな皆さん、手さん、カナン、ラッキーさん、兵庫、ゴールデン、コースさん、鼓動さえてはちょっと豪さんの用意だ。さっく大事な効果裏のこのラブ、不買なら論外、多少遠くてもそんない、エントランスまで切るエスコース、どこまでも強くてくるゲスト、部屋の体格や服を脱がしたらリス恥じらさようなら、俺はノーアルマンデカトイデカ、二つ目なら隠さず快感誘う、ただ下で味わい尽くす白い肌、広場じゃなくても降らせるシャワー、キッケがウェイン伸びされるがまま絞り出てくるよ、まだまだ出たピッサッティブ、ここならどうでもいいじゃん、車内流れをピッポーティブ、凍らせるガーネシャッチーバン、心は一線ピーカン、ただ求めてるのは快感、君が極めたいんだ、これ今静まるラッキーさん、君は尊すぎまるでアマテラス、二人尊すぎ体重ね合う、